勝負は決している。橘に敗北はない。ああ、異論はないよ。ジェスト！何やつ、名乗れ！豊久、島津豊久！呆れたガキだな、一人で立花に挑むとは。はあ、ジェスト！うわっ！おじ上、なぜ邪魔を？立花を撃てばこの戦は勝てた。貴様も死のうがな。島津が勝てるなら俺の命なんか。命を捨てられる戦は一度きり。この戦がそうだと言えるか。突っ込んでおれ。戦場で兜を落とすなど物の負の恥よ。天正6年、九州の覇権を狙う豊後の大名大友宗麟は九州南部を制すべく大遠征を起こした。名将高橋常雲率いる大友軍は破竹の勢いで南下。島津家久がこもる鷹城を包囲する。島津当主義久は弟たちと共に救援に向かうが、両者の戦力差は明らかだった。相手は大軍、常雲の下には橘宗茂、銀千代も控える。だが島津は諦めない。島津義弘、豊久を中心とした島津の猛者たちは決死の覚悟で大友の大軍勢に挑む。九州の将、耳川の戦い。俺は鬼島津の戦をすればいい。駆けつけたはよいが、家久の小室高城は大友軍に囲まれておる。ならば終了さに大友軍頼まれようか。戦いづらかろうって。敵将、
身が平らげた。残さず討ち取るとしよう。隊がいたと聞こえ、直ちに奪え、敵の士気を下げる。王術の方も奪って
力化したいもの。助けてやらないとまずそうだ。ヨシヒサ隊の動きがおかしい。探りを入れる。頭は抑え、そろそろ反撃の手を考えよう。その身に何かが起きたことは明白。全軍、ヨシヒサめがけ進撃せよ。開門。届け目ない上軍がやはり兄者を狙ってきた。ならば。このまま兄者を餌にするまで。まったく困った弟だ。迷い、敵は引きつけておく。赤城への次は失敗。しかも、ヨシヒサ王子の不祥も見抜かれた。絶体絶命だ。さて、兄者のおとり作戦を成功させる。
友軍の側面を増援が必要。増援を呼び込むに絶好の機会は一番のおっちゃなのさ。さすがよ。ここは引くぞ。なんと見事な。講師が死んでは始末の負け。ここは年下に指揮を任せ引かれよ。敗北条件変更。大将を餌に敵を釣る。しかも大将を変えて戦を続けると。これも始末の諦めの心が見せる技よ。
あんたの挑みは超えてみせる。立花はそう簡単には超えられぬ。今から教えてやろう、まっすぐな坊や。今日は微塵も見せぬだろうよ。高橋常務とはそういう将だ。敵将、鬼が平らげた。なんでこんなに震えてるんだ。戦はもう終わったってのに。さてはひよっこ、常雲の気迫に気をされたか。あの男は無能な主君の命でこの耳川まで攻め寄せた。ろくな情報も準備期間も与えられずにな。常人ならば戦う前に勝負を諦めるところだ。だが奴は兄者を負傷させ島津を最後まで追い詰めた。戦は博打、勝敗は最後までわからぬ。負けと諦めれば負けが決まる。常雲はそれを知っている。叔父上からそれほど尊敬される男、常雲ならば、俺はその常軍を撃って。大言はその震えを止めてから言え。立花の坊ちゃんやお嬢にすらかなわぬ男が何をほざく。二度と勝手な真似はするな。常軍を撃ちたい、立花を撃ちたい、そしていつの日か叔父上に認めてもらいたい。島津軍は耳川の地で九州最大勢力の大友軍を撃破。その実力を九州全土に知らしめた。勢いに乗った島津は北に半島を拡大すると、肥前の領主有馬家は心中していた龍蔵寺家を離れ島津に吉見を通じる。これを見た肥前の熊龍蔵寺高信は大軍を催し有馬家を攻めた。
島津は有馬晴信の援軍要請を受け、沖田縄手の地へ進軍。状況はまたしても島津劣勢であった。だが島津は諦めない。鬼島津義弘の秘策による熊退治が今始まろうとしていた。九州の将、沖田縄手の戦い。龍造寺は30,000、島津は30,000。勝てる道理がないわ。おじ上、俺も出ます。戦も知らぬガキが足でまといよ。足でまといになれば見捨ててください。島津の恥となる死に方はしない。これで俺が死んでも兜は脱げない。敵の将兵も俺の覚悟を認めてくれるはず。言ったはずだ。命を捨てられる戦は一度きり。貴様には常雲や橘を撃つという目標があるのだろう。この戦勝つぞ。勝てるはずもない負け戦、覆すのが勝負の醍醐味よ。リノブス第一陣の布陣に忠元の部隊は山手の砦に撤退し、水戸の砦に鳥久の援軍が入り発動。別動隊は砦の敵を撃ち、鳥久を撃ち。この戦、総大将を救うべきは誰のことか。お待ちだと、足が取られる。この戦、激戦は必至。今からでも遅くない。国に帰れ。嫌だ。父上の危機を見捨てて撤退なんて、それこそ始末の恥だ。まったく、兄者変な癖が映りよったわ。まだまだ行けるとこまで行ってやる。お相手いたす。デカマリ、戦場中央に射地点に誘い込む。おいしさ参上、あとは俺に任せろ。島津が妙なところ、念のため山側の砦を奪取しておけ。湿地帯に離れ敵に。Thank you.
て浮いて双方の戦況から目を離すな。どちらが崩れても釣りのる世話になる。生きておるかガキ。頼まれようか。負け戦をひっくり返すのが戦の醍醐味。ここは俺の死に場所じゃない。慢心するな。博打の目はコロコロと変わる。おじめ、敵前線部隊指揮隊にはまりました。全体を使って策を。おまけに、それに比べて俺はまだまだだ。味方が中央所地帯に密集しています。これは危険です。こんな臆病者が。始末は少数じゃ。力で押し寄せ、どんどん兵を投入せ。開門。第二陣の準備にかかる。戦場中央の味方は引き、敵の立ち直りさせます。デカマリ。敵将を討ち取ったり。やはり戦うべきじゃなかったよ。鷹の子が誘い出されるのも時間の問題だね。始末のふぬけめ、まったく攻めてこんわ。よし、奴らの死に様、この目で見届ける。殿、お待ちを。戦線が到着している今、本陣を乱れに動かすなど危険です。ったく、空気の読めん男じゃわ。ならば増援を送り、さっさと勝負を決め。わかった。向こう、限りなし。鷹影は、海手の取り出を抑えてくれ。私は、話のわかる直しと合流し、対策を練る。よし、しっかりバランス。
せちたいはずにできぬ。人の高信を通り親子を速やかに撃破せよ。諦めない心がそう覆そうとしている。後世に意味のある戦いになればいいのだが。まだまだ行けるとこまで行ってやる。高信が連れて死地帯に追い込み蹴りをつけろ。行くなら全力だ。苦戦救援こう。押されているのはここからが本番。入り口の仏像本庁寺の舞台槍松龍造寺四天王が首もらおうか。
倍の敵に勝った。信じられない。今日は震えておらぬのかガキ。また俺を叱りに来たんですか。わしの感情すら読めぬようでは上雲には一生勝てん。では。よくやったガキにしてはな。俺島津の強さを改めて実感しました。みんな最後まで諦めず戦える。だから強いんだ。はしゃぐなガキ。まだ島津の道半ば。次は九州制覇だぞ。そして相手は上雲と立花だ。上雲立花の際は俺の10倍以上。でも俺は諦めない。絶対に勝ってみせる。ならばわしも貴様の勝ちにかけてみるか。当たればでかかろうでな。大友を撃退し龍蔵寺を破った島津に対し九州の小大名は相次いで心中。島津の九州統一を阻むのは今や大友配下の高橋常雲と橘家のみとなっていた。島津は九州制覇を成し遂げるべく島津忠長を総大将とした軍勢を筑前岩屋城へ派遣。岩屋城を守る常雲は四条を後方の橘山城に逃がし自身は岩屋城で島津軍を引きつけんとした。名将常雲と彼の実子橘宗茂の壮烈な覚悟が幾多の劣勢を跳ね返してきた島津を危機に陥れる。九州の将岩屋城橘山城の戦い。銀千代は橘山城に引かせましたよ。うん、あの娘が素直に引くわけはあるまい。苦労したろう。そういえば先ほど高影ら毛利勢が到着しました。彼らの力を借り時を稼げばまだ希望はある。相手は島津だ。そう簡単にはいかぬ。父上。宗茂、お前を立花道節殿の元に養子に出した時からわしとお前は親子ではない他人となった。だからわしが危機に陥ろうと死のうと取り乱すな。お前は橘家のために生き抜けばよい。父からならともかく他人の命令なら聞けませんね。ならば岩屋城城主として命ずる。生きよ銀千代のため、そして息子を愛する父のために。おじ上、この戦が終わればいよいよ九州は島津のものに。はしゃぐなガキ。お前が退治する将は誰だ。奴らはどんな状況でも諦めずに向かってくる。慢心すればひっくり返されようぞ。そうだ、俺はもう油断しない。全身全霊の力でぶつかるのみ。九州制覇をもくろむ鬼どもよ。大友家臣高橋常雲がお相手つかまつる。常雲、覚悟を決めて。
花山城を落とし九州を制す。本陣は高長に任せ、敵将討ち取ったり。近道を塞げたぞ。なんと素晴らしき戦果よ。逃げる将は一人も。この将軍の人柄のなせる技。開門。立花山城の守りを固めよう。
さい。その武勇あやかりたい。鬼は塩をもらいに来た。鬼は外から丁重に追い払うとしよう。大将を狙うしかありません。
にします。天下無双の鬼を。敵将、敵が平らげた。敵将、討ち取ったい。超えたとは思っていない。あんたの壮烈な生き様、忘れない。解剖。ついに島津が九州の覇者に。叔父上、我らは勝ったんですね。まだだ。あれは豊臣軍だ。あ長雲、貴様の勝ちだな。さあどうする。豊久、諦めるか。いや、諦めない。